どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、我が家の縁側で収録をしているんですけど、ゴールデンウィーク特別企画ということで、ボイトレ、はい、ボイトレっていうのはすなわちボイストレーニング的な、ゴールデンウィーク特集でちょっとあの動画を撮ろうかなというふうに思うんですけれどもですね、まあことの発端はあのガズレレ大学っていうのをやってまして、毎月590円で週2回のライブ配信によるウクレレレッスン講義で歌の話になったんですね。そうで、どうやって歌を歌えるようになるか、うまいこと歌えるようになるか、気持ちよく歌えるようになるかってことを、まあね、その時はちょっと、ね、テーマにやってて、その時にですね、この話が始まって、ハニーさんに今からその話をしたらですね、なんか最近ハニーさんすごい歌の上達がよ、すごい上達したよという感じがちょっとあって、そう、なんかそれをですね、あ、これはいいぞと。今日ゴールデンウィークだしと。弾き語りといえばね、ガズレレで弾き語りといえば、やっぱり歌を、気持ちよく歌うっていうのはやっぱり第一テーマにしてますから。うん、歌中心ですからね、弾き語りっていうのはね。はい。で、ちょっとそれをみんなにね、ちょっとゲーム感覚で楽しめる、その、ボイトレ的なことをちょっとご紹介したと思うんですけど、それはですね、という前に一応、お伝えしておきたいのは、ウクレレ。音楽やるの楽しいですよ。やったことない人は概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方 URL の載っけとくんで始めてください。さあ、それはですね、どういうことかというと、顔なんですよ。顔。これね、ボイストレーニングっていうと、腹式呼吸だとか、喉で歌うとか、声を出すっていうことなんですけど、顔の表情っていうのをですね、まあ、もちろん大切だとは言ってるんだけど、今回はより具体的にですね、鼻の奥に響かせるっていうのをちょっと特化した感じでいきたいと思います。とにかくですね、こういう顔をするといいんですという顔を今からします。ご注目ください。です。できますか？できますかってやってるもんね、最近ね。ね。そう。うーん。そうなんです。です。ここに鼻のここの奥にですね、空気を溜めるように。ここに響かせてください、ここに。そう。で、これを、じゃあそれ、鼻をこうやらずにやってみてください。でしょ。と、はい。と、はい。で、これはですね、一番わかりやすい例を例えますとですね、玉置浩二さんの歌い方ですね。なぜってかっこいい顔をするじゃないですか。これね、もう皆さん YouTube でですね、すごい、ボーカルの、もうグッとくるなという方のシンガーさんの、歌い方を見たら、こういう、ここにすごい響かせてるのが結構わかると思います。ついこの間もね、僕が見てて、YouTube で、ガンズ&ローゼズって知ってますか？の、最新のライブ映像をちょっと見てたんですけど、そのボーカルのアクセル・ローズ、うわーって歌うんですけど、その時のここにね、響かせる感じとか、見せてくれてすごいんですよ。で、まあ、もうほんとね、例えば、ソウルフルに歌う AI、AI さんだとか、まあ、サザンオールスターズの桑田さんも、やっぱりちょっとゴーンってね、ここに響かせてると。これをですね、半分冗談だと思いきや、本当にね、安定するんですよね。で、僕がそのハニーさんの歌を聴いてていつも思ったのは、例えば、音を長く伸ばすときに、なんか、腹式呼吸っていうのは大事だっていつも言ってるんですよ。腹式呼吸のやり方も以前ね、このガズレレ YouTube で、ガズレレボイトレで解説してます。腹式呼吸のやり方、概要欄にね、URL 貼っとくんで、こっちも絶対見てくださいね。これとセットですから。腹式呼吸っていうのはまず基本で大事で、やっぱり空気をいっぱい、一回お腹にクッと取り込んどいて、ちょっとずつね、お腹クッとこう、お腹をこうギュッとしたまんま、と安定して声を出していくっていうんですけど、その安定して、こっちお腹はグッとしといて声をこうやってふーんと出していくんですけど、ここにね、響かせないと、ふわーっていっちゃうんですよね。つまり、例えば、仮にこういうメロディーがあったとします。メロディーだとすると、ここに、なんとなくここにね、イメージしてないと、メロディーが、結構ゆらゆらしていってしまうのが、ハニーさんもね、音程長く伸ばしてると、はぁーってなんか安定しなかったんですよ。だけど、ここにね、ちょっと響かせて、ここに
要はね、当て込んであげるっていうイメージなんですよね。これちょっと今日ホワイトボード持ってきたんですけど、うまく書けるかな。これ手ですね。で、ここ足なんだけど、ここに腹式呼吸で、はい、これね、ここお腹ですよ。腹式呼吸でぐっとこう空気をここに溜め込んで、たっぷり溜め込んで、こう口から出すわけですよね。声をね、こうやって出すと、これで矢印、声出しますと、声出すと。で、このね、出した時に、ふわーってなんかこう、こういう風になっちゃうんですよね。ここの鼻に響かせてないと。で、つまり、今のやつをここに、いや、さっき言ったように、ってやると、なんかここに、で、出す時に、ここにちょうどこう、ガイドが、板みたいなのが当て、あるようなイメージで、ここにこう当てて、すごくこう安定的に出せる。これがちょっとサポートしてくれるっていう感じなんですよ。なんかちょっとこの絵でわかるかどうかわかんないんだけど、その、ここに、要は出した空気を鼻に一回こう当ててあげて、こう行くみたいな。こう行くみたいな。だけどこれがないと、スーッとね、なんか、あーってどっかにね、散ってしまうような。今の、なんていう風に歌ったんだっけ？メロディーが。メロディーが、より、メロディーが、の方が、結構安定する。ちょっとこれやって、見て、ちょっと人相悪くなるんですけどね。そうなんだよね。鼻の穴が、最後なんだよ。鼻の穴が広がるっていうか。うん、だけど、それそうだ、そうなんだけど、やっぱりその、すごい気持ちがいい歌を歌う。例えば、ルイ・アームストロングなの。I will see the dream, red rose crown. やっぱ、こういう感じで歌うっていうか、こう、カウンターに当てるみたいなイメージなんですけどね。ここのね、幅、やっぱ鼻に響かせるっていうのがね、じゃあ、メロディーカーって響かせるのと、響かせないので、ちょっとやってみましょうか。私が？はい。メロディーカーでしょ？そうそう。じゃあまず、普通に、腹式呼吸はやってくださいよ。せーの。メロディーカー。はい、じゃあちょっとここにクッてやって、せーの、メロディーが。はい、どうですか。あ、歌ってる本人は全然気持ちいい、ここに響いてる方が歌ってると気持ちいいし、響いてると気持ちがいい、聴いてる方もなんか安定した感じが進んだよね。そうなの、うん、ああなんかあーあー、こう立体感が生まれるっていうのが音になんか、なんていうのかな、あーなんかここに響かせてるから奥行きが感じるんですよね。あーって響いてる感じがすごく感じる。これないと、なんか大げさにやると、あーっていうのと、あー、うんうんうん、あー、ね、あーって、やっぱ、鼻孔の奥をこう広げて、ここのスペース、ここのね、中の、ここのスペースに、こう、いっぱいこう空間を作って、うん、そこにこう当てていく感じなんですよ。うんうん、それで、ちょっとなんかさっき掴んでるっぽく。そう、ちょっとね、最近ね、そう、あのガズピアノっていうね、あのピアノ鍵盤楽器のレッスンチャンネル、先生お互いやってるんですけど、あ、ガズピアノ面白いんでね、うん、ぜひ概要欄も貼っとくんでガズピアノ見てもらいたいんですけど、そこでここ最近の時にね、もう顔もすごいことになってるんだけど、すごい声はね、良くなったなと思って、これなんかだからハニーさんのその感じを見てて、あ、これはちょっとゴールデンウィークスペシャル企画でこのボイトレ講座を取りたいなと思っているわけですよ、うん、で、ちょっと今日の練習で、うん、歩く歩こうよ。シンプルだね。そう。これはガズのオリジナル曲、歩くというところの、まあ、サビの一部分なんですけど、これ今ね、女性が歌いやすい。F7 という歩こうよさ、どこまでもいつまでものところをハニーさんにじゃあ気持ちよく歌ってもらおうと思うんだけど、最初は普通に響かせない、今まで通りの歌い方と響かせたんで、ちょっと比べてみようかなと。じゃあ、あーに重く歌ってるね。ワン、ツー、スリー。歩こうよさ、どこまでもいつまでも、世界が移り変わっても、はい、あ、でもいいですね、うん、じゃあ今度はちょっと意識してここをクッとこうやって鼻の穴の奥に響かせる感じ。ワン、ツー、スリー。歩こうよさ、どこまでもいつまでも、世界が移り変わっても僕らのペース、うん、やっぱ
い感がちょっとありますね。あとやっぱり太くなるような気がするね。なんかやっぱりね、その結構みんな喉で歌ってるっていうか、なんか何にも考えずにそう響かせるとか考えずに歌うと、なんかやっぱりね、細いんですよね。響き、ちょっとキーを変えて、まあガズが歌いやすい、キーにすると、こう歩こうよ、ああどこまでもいつまでも。やんないバージョン先やってよ。あ、じゃあやんないバージョン。歩こうよ、さあどこまでもいつまでも、こんな感じかな。やると、歩こうよ、さあどこまでもいつまでも、なんかもうここにハーッとも響かせると。そうだね、そういうのを使えるんだったらもっと幅が広がるかもね。そう、鼻息みたいなのも一個のこの声の一個のキャラクターみたいになる。そうだね。歩こうよ、さあどこまでもいつまでも。これちなみにガズレレ YouTube チャンネルのそのかっこいいバージョンでは、まあ大体こんな顔してますよ。よく見てもらうと、鳥よもそんな風に歌ってると思う。それでね、結構ここにね、ここで歌ってるんだなって、ここですよ、皆さん。わかる？ここ。ちょっと練習してみて。で、例えばちょっとこうやって抜いてみると、ここから抜くんだよ。そう。なんか、そこのこの息も、こう、一個の楽器のうちみたいな感じで、そうするとこうね、ふくよかで立体的になって、なおかつさっきも言ったけど、うんって腹式呼吸からこう出た時に、そこがこう、綺麗に受け止めてくれて、こう安定してまっすぐストーンとこう出ていくような、そんなイメージを持つとね、すごくいいんじゃないかなというふうに思って、皆さんが今取り組んでいる曲、練習している曲でね、ちょっとね、最初は恥ずかしいかと思うかもしれないんですけど、YouTube でですね、やっぱありとあらゆる、素敵だな、この人の歌はっていう方が歌ってる時の、歌ってる表情を 見たら、そうだよね、結構こう、ここがね、意識されると思う。特に、ソウルシンガーと、R&B っぽい影響を受けてる、ボーカルさん、特にそういうのがあります。でも、こういうの聞いたことない？なんか、この、あの頃はみたいなのもさ、和田アキ子さん的な、あれも結局、ブルースとかソウルっていうのはさ、ここで、ってなってるんだよね。演歌もそうだね。ちなみに、薬師丸ひろ子さんとか。あれは、このちょっとこう、あれもでもここで見てそうね。すごいよね。ウーマンとかね。そうね。そう、確かに、薬師丸ひろ子さんも、そこだね。よく考えてたここに。そうだね、そうだね、こここうなってるわ、そう薬師丸ひろ子さんって普段からはぁってな感じイメージだけど、歌ってる時のすごいよね。確かに、まあそういうことで、そういう目線でこれからちょっと皆さんの好きなシンガーさんの歌、表情を見ると、あ、なるほど、これガズさんが言ってたのとこれだと。特にめっちゃ分かりやすいのはやっぱ何回も言うけど、玉置浩二さんが、なーずれーってきますから。あとあれだな、井上陽水さんもそうだよ。目がわかんないから、まあわかんないけどね。まあ、ここは、なんていうか、なんか、そうだと思うね。夏が過ぎ、風あざみ、この、って響かせて。で、あと、オペラ歌手さんとか、三大テノールとか、ここで歌ってるんですからね。ここに響かせて、ってこの立体感が。ここに響かせないと、って喉で、って喉で、ここに響かせると、ってこう、より立体的になるというか、ここのね、鼻の奥のこのホールが、広い方が多分いいから、なら、なんつうのかな、欧米人の人の方が鼻高いからね、きっとスペースが大きいのかなと思ったりもするけど、なるほどね。とはいえ日本人、僕らも、ちゃんとここには、こう、ホールっていうかね、空間がやっぱここにあると思うからね。確かにさ、玉木さんも。大きいもんね、鼻。そうね。だからここに響かせてる感じすごくあるね。だからキムタクもさ、スパップの中では。ああ、まあ、そうなのかもしれないですね。まあ、わかる。今の、見た目もあるけど、でも、見えなくても、鼻ぺちゃんの人でも、ちゃんとここにホールはあるんだよね。ここの、小屋の中に、ここの自分の、というか、喉じゃない。喉は発生するところだって、ここにこう、響かせて、それから、こう、外に出していくっていうイメージで、要は、カウンター、自分の声がここの中でこうパッとあって、そこからグワーって広がるみたいな
イメージで、これはさっきも言ったんだけど、うん、この話ってこの基本になる腹式呼吸ができている上ですからね、うん、一回空気を吸い込んでここでクッとこう固定してちょっとずつこう安定させて出ていく、うん、声を出していくっていうのがね、大事になるかなと思います、うん、そうするともうさっきの曲でやるとそのまあ歩こうよさあどこまでもいつまでも全て移り変わっても僕らのペースみたいな感じで立体感がある奥深いなんかこう声になってて、しかも響くから響く場所が自分の体に響かせてるわけだから、うんうんうん、これが気持ちがいい、うんうん、これが気持ちがいいんです。でこれはね、ね皆さんこのガゼルで弾き語りしてる人お家でね歌ってる方多いと思うんで、なかなかこんなに大きな声でね歌うってことはちょっと難しいかもしれないんで、たまにはお外に行ったり、それこそお一人様カラオケでですね本当に思う存分歌ってみると、うん、その効果が分かると思いますね。マイクじゃなくて、ね、マイクでもいいの？マイクでも分かるし、いやでも家でやっぱこそこそ歌ってると無理なんだよ、うん、あ、声を出せる状態か。そう、大きい声で腹式呼吸本当にうんってこう思いっきり歌う、家で弾いてると、うん、例えば僕のガズさんだって夜になったら、うん、歩こうよさあってね、やっぱ夜の練習のボリュームになるからね、ここに昼まで、なんかね、そうそう、大していいところでは、まあ、ちなみに僕はこう南信州でね、田舎に住んでるんで、もう大声上げてもね、まあ、誰も迷惑にならないところに住んでるからだけどね、例えば都心部のアパートに住んでる方とかは ね、そんなの、あるかもしれないんで、うん、まあ、そういう方は、やっぱりたまには大きい声で歌うと、すごくやっぱその楽しさというのを味わっていただけるかなというふうに思います。そういうわけでね、ここ最近ハニーさんのボーカルレベルがすごい上がってるような気がするんで、さっきも言ったけど、ガズピアノ、YouTube チャンネルでハニーさんのですね、この熱唱ぶりをですね、ちょっとご確認いただければと、概要欄にね、ガズピアノのレッスンも、講座も貼っときます。ガズピアノっていうのは2人やってる鍵盤楽器でね、うん、初心者レッスンプログラムなんで、そっちもぜひ見ていただければというふうに思います。はい。まあなんで、どうせ楽しく歌うんだったらば、ちょっとコツを、どうぞ。3つ質問なんだけど。どうぞ。まず1つが、どのタイミングでその鼻に抜かせるとかっていうのが、うんうん、全部やってるとさ、全部鼻の穴が広がった感じになるじゃん。ガズさんそんなことないんだよね。まあ、そうね。だから伸ばすところってイメージ、うん、それを、どこで当て込んでいくかっていうのを考えるともいいんじゃない？確かにずっと最初から最後までこうではないよね。そう、ないよね。うん。だから、ここぞっていう時に、例えば、やっぱ伸ばすときは響かせやすいんじゃないかな。音程が長く続くところとかね、うん、例えばほら、あと急にさ一緒に1オクターブ上がるとことかあるじゃん、ああいうところのイメージ、いやそういうところもその方が音程が安定する可能性はある。音程がすごくねこう強弱高い低いがいっぱいある音程の曲ってあるじゃない、うん、あとはね、そうだね。例えばすごいラップの曲とかでここでやってってもあんまり効果ないかもしれないね。なるほど。じゃあやっぱ曲とそのタイミングはあるんだよね。うん、メリハリだと思うね。ビブラートもそうでさ、いつでもビブラートかけてるとまた うんざりだけど。まあだからそのバランスなんだと思うけど、やっぱりその基本的にはちょっと鼻に常に響かせといた方が喋るときもいいですよ。うん、今喋ってるとき僕も何気にここに響いてる、ね。なるほどね、うん、あ。鼻に抜けてるっていうのかな。鼻が閉じてないっていうか。うんうんうん、そうすると声が立体的で、やっぱとより遠くまでね、響くんですよ。わかった。だから、すいませんが聞こえるんだ。僕あのね、お店さん。聞こえないもんね。うん、そう。注文したいときにね、店員さんにすいませんとか言うとね、僕すごい遠く。絶対聞こえるもんね。そう。やっぱ声が遠く。聞こえないもんね。ここにやっぱ響かせてる、そういう時はね。遠くまで届かせようと思う人は、例えば研修やる人とか、なんか、みんなの前で挨拶するときは、ここに響かせるとよく響きます。遠くまで届く。それ研修の時にしてたかった。本当だね。だからこれいい動画です。その研修やれるから。あとは質問は？あとは、なんだっけな。そう裏声を使うときにさ、うんうん、裏声もすごい聞こえるじゃない。私、裏声聞こえないのよ。うん、裏声の方が、関係ある？めちゃ、俺は裏声の方が逆に、こう なって、そう。例えば、なんか裏声の曲なんかあったかな。じゃあ、女性を歌いやすいキーの、歩こうよ。大事なんだ。裏声の方が薄っぺらくなっちゃうんだよね。そうだから全然でも全然聞こえないのペラペラしてて、厚みがなんかなくなっちゃうから、うんうん、そう歩こうよ
みそに言うと、なんか一箇所、二文字ぐらいだけ本当はさ、うん、こう裏声になればいいんだけど、そこが全然聞こえないからさ、下げちゃうじゃん、はいはいはい、まあそういう歌もあるよね。うん、そこだけのために下げることになるじゃん。うん、あだけど、こういうのもやっぱバランスで、うん、だから、その経験じゃない、うん、なんか多分ね、僕も別にそこで鼻に響かせよう、抜こうとは考えてなくて、そうだよね、きっとね、自然になったりなんなかったりしてるんじゃないかな。うん、そこまでわかんない。とにかく今日のまあ要点としては、うん、まずそこに響かせると、うん、なかなか安定するし、うん、気持ちがいいし、うんうん、すごく声が遠くまで届くし、うん、結構いいことばっかり、うんうん、音程が安定するっていうのが一番いいと思う、うん、確かにね、うん、なんでぜひ、日々の歌ですね、腹式呼吸と、この鼻の奥に響かせて、そこをカウンターというか、そこで自分の声をこう安定させながらもこう広げていく、うん。これを覚えておいていく。楽しく歌えるかもしれませんよ。あともう一個。なんでしょう？だから、やってるつもりが喉が痛くなる時があるんだけど。ああ、はい。あれはどういう状況なの？それはやっぱり、喉で、ああ、なんか、ああってやっぱりなってんだよ。喉で歌ってると、で、僕なんてガズレレ YouTube チャンネルで毎日あんな大声で、もう超大声ですから。歌ってても、そのまま。枯れ気味の時はあるけど、その枯れないっていうのはやっぱり、あ、それもあるかもね。喉 100% で歌ってるから負担かかっちゃうのもね。僕の場合、ここと、ここにも響かせたら、この間で、今切り替えてみたんだけど、響かせないとこうやって喋る。こんな風が今、喉だけで喋ってるとこうなんだけど、ちょっと鼻に響かせると、こんな風に、ちょっと上に上がってくるっていうか、なんか、なんか響きがちょっと良くなる。玉がね。そう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 。ここにやっぱ空間をこう感じながら、ここにいつもなんか言葉を喋るときもここになんか気づきっていうかね、あるとね、結構いいんじゃないかと思います。なるほど。はい。なんで皆さんゴールデンウィークに誰か会話するときもね、そうだね。ね、ちょっとそうだね。家族で会話するときも、今日の晩ご飯どうするそういうのもいいと思います。なるほど。はい。やっぱり聞かせたい、響かせたい、遠くまで届けたいっていうときには、やっぱり、うん、要は、メガホン使うじゃない。うん、バーっていうのが、ここで要は、覚醒器みたいな役割を。自分でね、メガホンで。そうで、しかも響いてる先は自分の体だから。うん、気持ちいいんだよね。気持ちがいい。なんかね。そう。で、安定する。あーってすごく、わーってこう、腹式呼吸もちゃんとこう、ここから出すとことを受け止める方が、こう、ぐっとこう、ロックして、これがぐっといくイメージが、ちょっとあるんですよね。ちょっとうまく表現できてるかどうかわかんないんですけど。うん、はい。そんな感じで今日はね、はい、お役立ちゴールデンウィークガズレレ式ボイストレーニングといいますか、うん、鼻に響かせよう、うん。これがテーマでお送りしましたと、はい。いい動画になりましたね。まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、うん、皆さんきっと、充実したゴールデンウィークをお過ごしでしょうけれども、はい、ウクレレとかガズピアノ、さっきも紹介したガズピアノとかね、うん、ガズギターもやってますんで、うん、あっちからこっちから音楽をやって、しかも今楽しいなと思ってる方はね、今日明日出会う、ゴールデンウィークと出会うお友達とか仲間とかに、うん、面白いよとご紹介いただけると嬉しいなと思います。で、重ねですけど、透明版、今年10周年記念なんですよ、ガズレレ生誕。で、イベント東京、名古屋、大阪、ソールドアウトありがとうございます、マジで。追加公演決定してますからね。5月14日17時から吉祥寺で、夕方の部追加公演、まだチケットゲットできます。概要欄にそのチケットのご案内もありますんで、ぜひ会いに来てください。5月14日東京です。はい。はい、そんな感じで、皆さん楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。鼻に響かせて気持ちよく遠くまで声をね、届かせて響かせていきましょう。はい、さよなら、バイバイ。さよなら。